被爆とは、爆撃によって、被害を受けること、及び、原子爆弾や水素爆弾で被害を受けることである。被爆取引被爆を、原子爆弾や水素爆弾による被害に用いるのは、原爆被爆、水爆被爆の略である。被爆した人間を被爆者という。また被爆した、建造物は被爆建造物、被爆したものについては被爆、と言われる。平成六年に定め、 施行された厚生労働省の被爆者手帳の交付要件及び、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき交付される手帳。以前は原爆症として実際に症状があるもののみが認定されていたが、現在は原爆での被爆は大きく分けて、直接被爆、間接被爆、被爆者の救護、死体処理を行い放射能の影響を受けること、 全参考の該当者の胎児の4種類が定められ、直接被爆によって死亡した者から14日後に、爆心地より 2km 以内に一歩でも踏み入れた者、及びその胎児まで幅広く被爆者と認められるようになった。原爆により発生した健康健康被害については、原爆症として別途定めている。直接被爆は、原子爆弾が爆発した当時に、爆心地付近にて、 原子爆弾による被害を受けた場合に使われる。建物の影などにいて、直接光線や熱線を浴びていなくても、放射線は建造物を通過するので、この場合も直接被爆という、一時被爆ともいう。間接被爆は、原子爆弾の爆発後、救護などのために、爆心地付近に出入りしたために、放射能を帯びた付近の土壌や、放射性降下物によって、間接的に、 原子爆弾の被害を受けることを言う。間接被爆は直接爆弾による攻撃を受けたわけではないが、この場合も被爆という。二次被爆とも言う。入試被爆は原子爆弾が投下されてから2週間以内に救援活動、医療活動、親族探し等のために、広島市内または長崎市内の爆心地から約2トルの区域内に立ち入ったものに認定される。 冒頭に記述した通り、核攻撃による被害という側面が強調されるが、航空機からやミサイルなど空を飛ぶ兵器の利用が始まって以来、世界各地で被爆による被害者は生まれている。核実験や原子力事故で放射能、放射線にさらされることを被爆という。日本では原爆による放射能被害や単語が類似する点から混同されがちだが、 意味が違うので注意したい。骨董バンク被爆、被爆、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律厚生労働省から被爆者とは、ありがとうございます。